南海諸島南海諸島の衛星写真南海諸島は南シナ海の南沙諸島、西沙諸島、東伊佐後諸島、中佐諸島に対して主に中華人民共和国で用いられる総称である。南海は中国語で南シナ海を意味する。中国は南海諸島全体に対して主権を主張している。南海諸島の範囲は北は北守るなだ、西は一万安なだ、 南はジェームズ省、東はスカボロー省、または海馬灘に至る南北約1 8 0 0トル、東西約9 0 0トルに及ぶ。この海域には250を超える位置、平方キロメートル以下の島、干渉、岩渉、浅瀬、安礁、さすが点在する。ほとんどの島には元来からの住民は存在しない。南海諸島及び周辺海底には鉱石、 天然ガス、石油が埋蔵されており、経済的、軍事的、海運的重要性を持つ。このため、20世紀中頃から、中国、中華民国、ベトナム、マレーシア、フィリピンが、南海諸島の全部または一部について、領有を主張しており、それぞれいくつかの島を実行支配している。日本においても、この地域の島初群を指して、 南海諸島という総称を用いている例がある。ただし、明治時代前半までは、南西諸島のことを南海諸島と呼んでいた。諸島の歴史に最も広範囲に関わっている国が中国とベトナムである。南海諸島は発見した旗の時代の中国人によりそれぞれ、潮海崎頭及びサンゴスと名付けられた。しかし次の間の時代には航海は行われなかった。そうの後、 島々は地里調査及び万里し包みと呼ばれた。当、または宋の時代に、現在はベトナムと係争中の観戦島に家があった。1045年、宋の神宗の知性、王子が清沙諸島に送られた。海南島の漁師は工事墓へ200を超える航路そして漁師たちが共通で使っていた100を超える島々の名前を記録していた。 テイワは何度も航海を行い、この島々を通過したが、おそらく停泊はしなかったと考えられている。テイワの通過にちなんだ名前が、南沙諸島にある干渉へ付けられている。ベトナムの漁師と商人も、また南海諸島を探検していたが、非公式であり、記録が不足しているためその存在はよく知られていない。19世紀、インドシナの占領の一部としてフランスは、 南沙諸島の主権を1930年代まで要求し、英国といくつか交換をした。第二次世界大戦中の1939年に南海諸島は日本へ併合された。1911年に成立した中華民国は、関東省、後に海南特別行政区の一部として南海諸島を要求し、1946年島を接種した。 日本とフランスはそれぞれ占領を終えてからは領有を主張していない。中華人民共和国は南シナ海の大部分を含む九段線を引いてこれらすべての島々を海南省の一部だと主張している。中華人民共和国はこれらの島々の領有を強く主張している。一方でベトナムは1973年に南沙諸島全域を北都以上に属すると主張している。 現在ベトナムは29の中華人民共和国は8から9個の島と岩礁を実効支配している。中華人民共和国とベトナムに加え中華民国、マレーシア、フィリピンがいくつかの島々を要求し占領している。中華民国は南沙諸島すべての領有を主張しているが実効支配しているのは太平島一つだけである。 マレーシアは大陸砲の三つの島々を占領している。フィリピンは南沙諸島のほとんどをカラヤン群島と呼び、パラワン州の軍であると主張しているが、八つの島しか占領していない。ブルネイとインドネシアは島ではなく海の領有を主張している。島々は平均水深200メートルの浅い大陸砲上に一致している。しかしながら南沙諸島の海底は、 水深何千メートルにもなり、フィリピンに近いパラワントラフでは、水深5000メートルに達する。また、一部では、航海が困難なほど、浅くなっており、事故が起きやすい。海底は、古生代と中生代の花崗岩や編成岩を含み、島は一つの火山島を除いて、地層年代の違う、産後章からなる。島々を通じて住んでいるカツオドリとカモメ類といった海鳥を除いて、 野生の陸上脊椎動物は知られていない。それらの排泄物は年に10ミリメートルから1メートルの層を作る。おおよそ100から200の植物種が諸島全体に存在する。例えば、聖砂諸島に166種が生育しているが、後に中国とベトナムにより、さらにピーナッツ、サツマイモや様々な野菜といった47種が持ち込まれた。この表の名称の列には、 中国語の名称を暫定的に記載したもので、日本語の名称としては一般的でないものが多く含まれている。ありがとうございます。